今日はやることがないわね。暇だし、スマホで私たちの動画を見ようかしら。最近はずっと忙しかったから、全然確認できてないのよね。パトパトチャンネルと。登録者1000人ですって。見ないうち2000人いってるんですけど。これ、みんな知ってるのかな？早く教えに行かないと。おうかー。いたた、なに、どうしたのせっかちゃん。ねえ、知ってる、私たちのチャンネルの登録者が1000人突破してるのよ。知ってたけど、ここはせっかちゃんに合わせた方がいいよね。そうなの。それは超ヤバだね。おうか、そんな言葉使ってたっけ。当たり前よ、プンスカプンプン。まあ、いいわ、それよりみんなに早く教えてあげないと。そうだね。あ、しまったー。そういえば今日は1000人記念動画を作ることを、私がせっかちゃんに伝えないといけなかったんだ。あ、でもさっきせっかちゃんに合わせて、知らないことにしちゃったから、言おうにも言えない。早く行くわよ、おうか。うわーん、どうしよう。わかった、今行く。どうにでもなれ。でも、まさか1000人突破するとは思わなかったんだぜ。私がこのメンバーに入った時は1ヶ月で4人しかいなかったから、いつ消滅するかヒヤヒヤしてたのにねー。それを言ったら、私が入った時なんか1人でしたよ。甘いな、私と霊夢は0人からだぜ。よくよく考えたら、動画投稿を始めて2ヶ月くらいずっと3人くらいじゃなかったですか。そうそう、最初なんか動画を上げても、1ヶ月で10再生もいかなかったよな。そういえば、昔うぷ主さんが動画をアップして1週間ほど、再生数が0回で、更新が遅れてて、動画を見たら何回か言ってるんじゃないか、って見てみたら、再生数が1回になってて、うぷ主さんが喜んでたんですけど、その1回ってうぷ主さんが確認した時の1回だったんですよね。つまり、結局0回だったんですよ。うわぁ、それはきついわね。それで、それを知ったうぷ主はどうしたんだ。いや、その時は0回から10回が普通だったから、全然平気そうでしたよ。そう考えると、今になってやっと努力が報われたって感じなのね。ああ、だから最近は暇さえあればずっと動画編集してるんだぜ。このまま勢いに乗って、いつかは1万人まで行きたいですよね。ああ、そのためにも私たちも精一杯頑張らないといけないんだぜ。あ、みんないるわね。あら、せっかに王家、今日は随分ゆっくりなのね。たまにはゆっくりするのも必要よ。私は準備してたら、いきなり背後から突進を食らったんだけどね。それってどういう状況ですか？そうそう、みんな知ってる。どうしたんだぜ。なんと、私たちのチャンネルの登録者が1000人を突破したのよ。おうか、あんたせっかに伝え忘れたわね。うん、実は今さっきまですっかり忘れてたんだよね。オーケー、状況は理解したわ。ここは私が穏便に済ませましょう。そうなのよ、せっか、今そのことでみんな盛り上がってたのよ。そうなの。なんだ、みんな知ってたのか。私たちが一番早いって思ってたのにね。それにしても、今日は何もないのにみんながここにいるのは珍しいわね。ああ、今日は天気もいいし、うぷ主の家でみんなと話をしようかなって思ってな。そうそう、それで私はマリサについてきて。私もアリスさんについてきたんですよ。ヨウムって普段は庭師をしてるんじゃないの？今日は休みなんですよ。あら、そうなの、そういえばまだパパは寝てるの。いや、編集をしてからこっちに来るって言ってたぞ。あら、なら少し脅かしに行ってこようかしら。どうせ、パパのことだから、1000人突破してること知らないかもだし。きっと驚くわ、行ってあげたら。それじゃあ、行ってくる。せっかって変わったわよね。そうだな、最初はツンツンでクールなイメージだったけどな。ふふ、せっかちゃんはいつもあんな感じだよ。きっと最初に比べて心を開いてくれてる証拠ですよね。そうね、今はクールとはほど遠い、可愛い女の子にしか見えないわ。ま、それでもマリサにはかなわないけどね。でも実は、パパと一緒にいる時のせっかちゃんが一番楽しそうで、可愛いんだよね。ま、これは内緒だけどね。ふん、よし、あと少しで完成だ。もう、半年か、長いようで短かったな。登録者1000人、総再生数16万回。最初の頃では考えられない数字だよ。ご主人、すごく頑張ってましたからね。ありがとう、でもまだまだこれからだよ。はい、頑張りましょう。パパ、編集頑張ってる。あ、せっか、うん、今ちょうど一息ついていたところだよ。ふふ、これは絶対に知らないわね。せっかちゃん、相変わらずご主人にべったりですね。ねえねえ、パパ、実は私たちのチャンネル登録者が1000人突破してたのよ。驚いたでしょ。知ってたけど、というか、オオカミ今から1000人突破記念動画を作るから、せっかに伝えておいてって伝言してたんだけど。いつ？昨日かな。
一応みんなにも言って、その時石化はお風呂だったから、石化だけ伝言にしてたんだけど。大岡。伝え忘れちゃったのかな。大岡、ちょっと大岡のところに行ってくる。ああ、待って、僕も今から下に降りるから、一緒に行こうよ。メリアも一緒に行こう。はい、了解しました。それじゃあ、早速行きましょう。はい、ということで今回なんと、このパトパトチャンネルの登録者が1000人突破しました。そして、ストーリーでは第2章が無事完結し、次回からは第1章リメイク。そして第1章リメイクが終われば次は待望の第3章。そして私とセッカちゃんが送る女神旅シリーズ。また、パトのゲーム実況、茶番、いや、ストーリー茶番に比べたら影が薄いけど。けど、いつかはパトパトチャンネルに欠かせないシリーズにしてみせるからね。シリーズで思い出したけど、マリオや青鬼実況はやらないの。青鬼ならともかく、マリオみたいに長期実況になるゲームはパトパトチャンネルのスタイルに合わないことが分かったので、マリオ月星はちょっと難しいかもね。あとオープン主自体が飽き性なもんだからなかなか連載しないんだよな。うん、やりたいって思ったゲームを最優先しちゃうからどうしても連載できないんだよね。あとはあるある茶番とか、あるない茶番とかも結構前からすっぽかしてますよね。うん、結局ストーリー茶番に全力注いじゃったから、日常の茶番劇がね。私は特に言うことはないわ。この流れでないんかい？あとはこれからはどういう方針でいくつもりなの？いい質問だね。とりあえず、今は、パトのゲーム実況、茶番、ほのぼの女神旅シリーズ、ストーリー茶番の3つをメインに動画を作っていく予定です。そして、過去に僕が上げた動画は僕のチャンネルの再生リストで見やすくしておりますので、ぜひ気になった方は楽しんでいってくださいね。ご主人、もうシリーズを増やしたりしないのですか？そうだね。一応今は、パトの〇〇連載シリーズで長期連載するゲームを考えているけど、正直思いついてないんだよね。なら、とりあえず青におすすめたらいいんじゃない？バカ、何言ってるの、レイム。そこも踏まえて、考えておくよ。ということで今回は1000人突破動画と、今後の方針についての動画でした。これからもパトパトチャンネル一同、精一杯頑張りますので、これからもよろしくお願いします。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよならー。